こんにちは、リエポです。私は今、霧島の温泉旅館に向かっています。アモリ川に架かる橋を越えて着いた先はこちら。今回宿泊するお宿は創業140年を超える織橋旅館さんです。最初にこちらのフロントで受付をしてからお部屋に向かいます。ウェルカムゲタンハ。めちゃめちゃ美味しそうです。美味しい。本日お泊まりいただくのが、今からお車でこう進んでいただいて、サザンカというお部屋でございます。今日は霧島の牧園町にある織橋旅館というところに来ています。すごい。ここね、3年ぐらい前に新しい棟ができたみたいです。隣の野海道とこのサザンカと、もう一つ向こう側は新しくできたところだそうです。風情がありますね。お庭があって、なんか新しい木の匂いがします。できてそんなに経ってないので、まだ新しい木っぽい匂いがする。なんかね、多分川辺とか行けるようにか、雨靴も置いてありました。じゃあお邪魔します。まずですね、扉が入ってすぐ右側に一つで、もう一つで、こっちにももう一つあります。じゃあ一つずつ開けていきたいと思います。ここはですね、はい、トイレでした。トイレめちゃめちゃ広いですね。開くやつじゃないけど、めっちゃ広い。で、真ん中、これは、はい、寝室でした。めちゃくちゃ広いですね。お隣、ベッドの足元の方向には、ちょっと私がさっき置いた荷物、上着と浴衣かながあります。下の方には金庫がありますね。大きめですよ。パソコンとかも入りそう。こっちはクローゼットです。広いですね。はい、で、この寝室からこのまま、はい、横の扉を開けると、じゃーん、畳のお部屋でございます。このまもあります。ここからはお庭が見えますね。ちょっと失礼いたします。おお、趣を壊さないように電話にカバーがかけてありますね。
よくですね、殿とかだとこうですね、こうやってこう、殿はこう、こんな感じで座ってる、なんかお姫様はこうやってるイメージじゃないですか。 こちらにテレビとポット類に、内側を開けると、おお、すごい、見えますかね。この下にはこのお部屋用の露天風呂がありました。うわー、気持ちよさそう。こっち側は、はい、内風呂です。シャンプーはボタニカル、こっちにも、うん、嬉しい、すごい入り放題です。すごい、めっちゃ勢いよく川が流れてる。紅葉の時期は綺麗でしょうね。また違った感じで。寝室のですね、一番まっすぐ行ったところに脱衣所があります。ここからね、まあ、こっちは和室につながってたりするんだけど、通から入ってすぐのところに、うん、石器製が置いてあります。で、こっちは何かな、ポーラのヘアリキッドとかヘアトニック、アフターシェーブローション揃ってますね。カミソリにブラシ、ドライヤーはこれです。ここから出たところにお風呂があります。和室の方を出ると入り口にある玄関に戻ります。手を洗うところがあるのがありがたいですね。あと、ここに冷蔵庫があります。この湧き水のお水が入ってました。ちょっとおすすめの温泉の木津湯に入ってきます。浴衣です。寒いです。上にかけるやつです。寒いを着てみました。こんな感じ。天風呂、パッパ、こっちが露天風呂でした。日本人を守る会、家はこっち。お隣のお部屋どちらでしたかね。サザンカです。サザンカですね。これは昔ここに泊まってたんですか。大正2年の建築で、はい、今年で111年になります。で、元昔はこれお宿でございまして、うん、ここに例えば昭和4年には、はい、よその秋子鉄管も泊まっておりまして、うん、で、あ、どうですか。はい、どうぞどうぞ。建物を先に見たくて、はい、これほとんど昔のまんまなんですか。ここ今110年ぐらいです。そのまんま、この窓も全部そのまんまです。すごい。この扉も全て。あ、そうなんですね。この屋根なんかもこの、あの釜も全部全てですね。わあ、すごい。畳だけは入れ替えましたけれども、はいはい、あのこう床もあのちょっとあのそのままなんですが、はい、ちょっとギーギー言ってたので、ちょっと下の方をまた張り替えたんですけれども、板はそのままです。ちょっと見て、あの ここも見てもいいんですか？どうぞ。あ、いいですね、これ。昔、だような。
もうそのまんま残ってます。このちょっとなんかゴミが散らかって大丈夫ですよ。この外廊下っていうのかな。わあ、いい感じ。すごい。はい、宿泊の部屋だったんです。ここに泊まられてたんですか、皆さん。何年前まで使ってましたかね、はい、2、3年前まで使ってました。あ、そうなんですね、うん、でもあの食事部屋足りなくなってですね、はいはい、今あの食、お部屋が13棟あるもんですから、はいはい、するって感じでですね、はい、緑もでも綺麗ですね。綺麗ですね。あと、はい、まあ、桜の頃にまた桜がずっとあの見えてありますので、へー、四季を楽しめるんですね。そうなんです、そうなんです。いいですね。ありがとうございます。すいません、お忙しい時間に。わあ、なんか古そうな絵も。そうそう、これはもう、はい、あのこのこれが立った時にこれ結構繊細に書いてあるんですよね。 あ、はい、あ、ここから見えますか。見えますか。ここから見えてますので、はい、ここからご案内しましょうか。はい、あとこの赤い傘がありますね、はいはい、見えます。あそこの前にあるところが裏区っていう部屋です。あそこが吉田真紀子さんとあの鉄管さんが泊まりに来られたという部屋です。あのお部屋ですね。ありがとうございました。すいません、イングラルティショも。あ、ありがとうございます。はい。昔と全く変わらないんですか、この建物。ですね。昔、まあこれなんか、いや、川のとか下の方にあったようですね。築したってことで。ああ、そうなんですね。もともとは川沿いに。川沿いにあったという話です。木津湯に行ってきます。はい、こっちは夜8時まで、朝は7時かららしいので、先に入ろうかなと思います。木津湯に到着しました。皮膚のお悩みとかがある人にいいらしいです。使うそうです。もう皆さんお部屋で入ってるのかな。お部屋に露天風呂がついてるから。お邪魔します。おー、よいしょ。こっちが竹の湯で、こっちが木津湯。お風呂の色もなんかお風呂の色も違いますね。竹の湯と木津湯。ここは炭酸水素温泉、炭酸水素塩泉だそうです。カルシウムやマグネシウムを含むもの。厚めのお湯で、確かに温泉がね、鉄の香りがするんですよね。いや、めちゃくちゃいいお湯でした。熱い方も最初入れないかなと思ったんだけど、木津湯ぬるめの方と交互に入ってたら、いつの間にかどっちも気持ちよく入れるようになって、暑い方もね、そんなに暑く感じなくなりました。休憩所に自由に飲める湧き水があったので、ちょっとお風呂上がりに飲んでいこうと思います。ですよね。あ、すごい美味しいかも。霧島市に転入。なんかこのキノコ、甘玉、赤玉キヌガサだ。
かり外が暗くなってきました。あちらは めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。これなんだろう。胃腸。わあ。箸置きもかわいい。乗せていただいて、でまたそれをかぶせていただきます。かぶせるんですね、はい、油が結構跳ねるので、はいです。お野菜は火通してありますけど、ノーベル物理学賞を取った人らしいです。現在99歳。歌が書いてありますよ。こちらの電話。お、ジャカジャカ電話だ。あ、お米美味しそう。今からクローゼットの広さを測ってみたいと思います。上はだいぶ高いです。ベースラインです。ところで皆さんはこれが何かわかるでしょうか。茶こぼしです。茶こぼしっていうのはみんななんとなくわかるのかもしれないんですけど、これ中に捨てるのか上に捨てるのか迷ったことないでしょうか。穴が開いてるので、ここにして下に汁を落とすのかなと思ったんですけど、下の方に捨てるのが正解なんだそうです。今日の夜の読書はこれです。寝る前にもう一回お風呂に入ってきました。寝室からね、直行で温泉に入れるの最高です。水風呂も初めて交互に入ったんですけど、温泉との交互って、水風呂最初めちゃくちゃ冷たくて無理だよって思ったんですけど、なんかね、入るのに慣れると徐々に膝までとか腰までとか胸まで肩まで入っていったんですけど、だんだんね、肩まで来るあたりになると交互に入るのがすごい気持ちよくなってきたので、サウナと水風呂を交互に入る人の気持ちが
ちょっと分かったような気がします。お風呂に入って気持ちよくなったところで寝たいと思います。おやすみなさい。じゃあ朝からまた温泉に入ってきたいと思います。部屋から直行で行けるのがめっちゃいいですよね。左側に行きまして、赤魚の西京焼き、黒豚味噌ですね、ほうれん草のごま和えですね。今からお味噌汁ともう一品参ります。先ほどお部屋の冷蔵庫の飲み物のご利用ありましたか？あ、一つ、はい、ください。北杉の曲げわっぱのコーヒーカップだそうです。